私の親父とおふくろが、昭和14年にこの土地に根を張り、83年を迎えることができました。また、盆栽美術館を開設し20年を迎えることができました。まあこうしてここまでやってこられたのは、本日ご来席の皆様方のご支援ご協力があったからであります。本当にありがとうございました。またこの度私の人生の集大成となる著書盆栽芸術人が、アジア太平洋観光者様の協力によって、出版の運びとなりました。この出版に際して、長い間編集をやってくれました高谷晴美さん、当美術館の館長の陣康文君、本当にありがとう。そして、中国語翻訳においては孫修練さん、そして英語翻訳においては、アメリカのウィル君、それからイギリスのピーター君、それから写真は武田さんと山本さんと、こうした多くの皆さんの協力によって素晴らしい本が出来上がりました。本当にありがとうございました。で盆栽はまさに小さな形の中にですね、一つの世界とそれから宇宙が込められているわけですね。このように長年にわたる盆栽文化の振興と普及発展、芸術の継承にご尽力をされているご功績をたたえ、昨年区では最も権威のある江戸川区文化賞を贈呈をさせていただきました。この素晴らしい小林邦夫の過去の実績をぜひ生かして、あなたのご挨拶のようにこれから世界に向けて日本文化を盆栽文化とともに、私も心待ちをしておりました5本盆栽芸術人もこの度ご出版の運びとなりましたこと、誠におめでとうございます。せーの、よいしょよいしょよいしょ、おめでとうございます。私もこれからです。先生もこれからです。改めておめでとうございました。本当におめでとうございます。ありがとうございます。お願いします。これからもたくさんのいい作品を作ることを記念しまして乾杯。乾杯。おめでとうございます。そしてありがとうございます私はただただ小林夫妻が
本当に見る目、俺見る目、お互いを称え合うというこの素晴らしさをむしろ称えて私の役目を終わりたいと思います。私たちの国会議員ですので、先ほど世界遺産の話がございました。盆栽、水石、さらにですね、ぜひ小林邦夫先生をですね、人間国宝に、なっていただきたいと、運動もしていきたいと思います。私はこの盆栽というものは人作りだと思います。人作りが世界にこの盆栽を発展させるものだと思いますので、ぜひとも小林先生、松下先生のお話ではございませんけれども、人間国宝を目指して私たち全員応援させていただきます。先生のこの熱い一冊を通じて、植物や人間の命の尊厳が感じられるのではないでしょうか。僕たち若い僧は親方の背中を見て、常に俺の生き様を見ろと言われ続けてきました。その生き様、なんだろう、11年以上考え続けて、継続し、そして考えたことをやり抜く、20年以上盆栽美術館を続け、そして盆栽技術人本を14年以上も考え、そしてやり抜いたこと、僕はその背中を見て、もっと長くこの盆栽美術館が世界に羽ばたいていけるように、一生懸命親方についていきたいと思います。お願いいたします。改めて新海盆栽美術館を皆様よろしくお願いいたします。この盆栽美術館がこの江戸川区の新堀というところにあって、そして年間3万5000人もの来訪客がいらっしゃっている、有名人も来ています。そういったことをこの地元江戸川区の発展に何かできないのか、こういったことで議会の方でも提案をしてさせていただいて、この江戸川区とのコラボレーションということも訴えさせていただいたんですけれども、今日先ほど区長が見えて、あの広報の表紙にですね、この盆栽美術館の様子が載ったということを本当に嬉しく思っております。巡回